28日に行われた金融政策を決める議事会合には中学生およそ30人が参加しました。白熱した議論が交わされ、議長を務めた黒田総裁は正式な会合以上に難しい判断を迫られました。金融政策は現状より緩和することが適当。あまり緩和すぎるとまたもっと経済が悪くなるので、少しだけ緩和するっていうことにします。議長のですね、現状維持という提案に賛成の方は挙手をお願いしたいと思います。ニュースの背後の経済の動きというものをですね、よく分析して考えておられることは非常に良かったと思います。ここをこうすれば景気が良くなるとか、そういうことを考えられたので良かった経験になったと思います。フランスから経営関係に興味があったので、それで行ってみようと思いました。参加した子どもたちは国の重要文化財となっている旧館の内部や地下金庫を見学し、1億円分の重さがある紙のパックを抱えたりして夏休みの楽しいひとときを過ごしました。特別見学会は31日まで開かれ、およそ260人の小中学生が参加します。